Hello, welcome to the Navia story quest. I have no idea what's about to happen, to be honest. I only have like Baiju's one. God damn it. Claim? Oh, check. Get quest. Shimmering memories. Ooh. This is so scuff. Let's go. Hello. まさかこんなとこで会えるなんてね。今日はどんな予定なの？Daily dose of adventuring. No plans. そっちはどうなんだ？今も。It's like the daily dose of the what? I don't even know what video is it, but I know it's like out there.ちょっと仕事が残っててね。Oh, cool. だから最近はずっとポア村長とこっちを行ったり来たりしてるの。必要な材料を注文したり、工事のスケジュールを確認したり、保証条件について被災者と話し合ったり。Wouldn't the spinner be affected too? Should you really be the one offering compensation though? そうね。フォンテーヌ邸から被災者への救済金は支払われたけど、ポア村長の管理者としてスピナディロースらも責任を担うべきだと思って。まだ私たちも懐が寂しいから、保証については書面で約束して後から給付する形にしかできないけど、それでもとにかく態度で示さないとスピナディロースらを信頼してもらえなくなっちゃうでしょ。さすがボス、責任感が強いな。でもそしたらめちゃくちゃ忙しいんじゃないのか。そうなんだよね。毎回街に来るたびやることだらけでさ、しょっちゅう何かを忘れちゃうの。だから今回はこっちに来る前にマルシラックに習ってやることをメモってきたんだ。そしたらやるべきことがすぐわかるでしょ。うん、and then? それでマルシラックは省略して書いてたから、私も自分なりの省略法を作ってみたんだけどさ、街であれこれしてる間に何が何だかわからなくなっちゃった。ナビアらしいな。一体どんな風に書いたんだ？ん？見てみる？どれどれ？おい、文字が全然ないじゃないか。これは木の棒の海藻巻きで、こっちは豚の箱詰めか。違う違う、こっちは前回出荷した漁獲の報酬残金を確認することで、こっちは町で新しく出たバイバーを食べに来るってことよ。ハイモニーズライフ、そんなの聞かないでって分かるよ。well, maybe you should standardize the symbols next time. アドバイスアンガト。まあ一回ミスったからもう大丈夫なはず。どんなに省略しても書いた本人ならわかるでしょって思ってたんだけど、そうじゃなかったみたいね。おお、まあ次からはミスらないだろう。とにかくほとんどの用事は済ませたの。まだ2、3個わからない記号が残ってるけど、多分そこまで重要じゃないと思うから。Oh, yeah, so. Bro. I'm interested in taking a look. It would be pretty nice break too. So let's go. 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 Let's go
I probably missed like an extra dialogue or something. 今エンジニアが定期点検をやってるとこ。問題なければ出発できるよ。前からずっと聞きたかったんだけどさ、純粋線の3つのコースって全部お前の家族の名前がついてるよな。そうよ。カオレスとナビアは言うまでもないよね。クレメンタインはママの名前なの。So, Spina is the one main sponsor for the construction, right? お前んちのものなら、なんでポア村長に泊まるコースがないんだ？家に帰るのにも専用の船に乗らないといけないなんて面倒じゃないか。それについては、スピナディロースらは商売でポア村長を通らないから、わざわざそっちにポートを作る必要がなかったんだって前に聞いたけど、それにしてもちょっとおかしいよね。そんなに大規模な工事をしたんだから、ポア村長の船を作ったってよかったじゃないって思うし。だよな。だってあんなに便利なんだぞ。でも現状はこうなんだよね。パパが何を考えてたのか、たまによくわからなくなるよ。Well, something that big also wouldn't have been just his call. Maybe the rest of Spina didn't have a point seeing the fourth line? あの人、他人の意見に耳を傾けるタイプじゃなかったのよ。すっごく頑固だったんだから。パパの決めたことは変えられっこないって。スピナディロースらの他のメンバーは提案する権利しかなかったみたいよ。ママも含めてね。お前も昔は仲が良くなかったんだな。うん、かばえる理由なんてなかったもん。ほんと強情だったな。ボス、船の点検が終わりました。いつでも出発できます。 Hi, Leslie. よし、それじゃあ行きましょう。 Better not be the bad guy. I'm always suspicious with NPCs, manWaving the ties together. Oh, you know how to drive? Thank you. いいのいいの。ママの話はいろいろ聞かせてもらったから、みんな言うんだよ。私とママはきっと気があったって。ママはすごく前向きでユーモアのある人で、仏頂面のパパとは正反対だったそうよ。だからこそお互いの短所を補い合えたのね。 I wish we could see them ビジネス担当で組織を大きくする。 Even in a flashback、 もう一方は内部の人間関係を保つ。スピナディロースらはそうやって大きくなってきたんだって。仲のいい夫婦ってだけじゃなくて仲間だったんだな。うん、まあこれも人から聞いただけだから、やっぱりママを完全にイメージするのは難しいけどね。クレメンタイン戦を見るたびに、ママが生きてたらスピナディロースらもポア村長ももっと違う感じになってただろうなって思うよ。シルバがさ、名前はある種の刻印で、無感情なものにさえ新しい意味を与えるんだって言ってた。それってまさにこういうことよね。最近ね、水にこれほど豊かな感情が溶けてる理由が少しずつ分かってきたの。海を見るのも好きになったよ。大事な人も思い出も海に溶けていったけど、それでも歩みを止めることはできなかった。でも彼らは確かにこの人生に存在して、前に進む理由と原動力を与えてくれた。 You miss them? まあね。でも何にせよ起きたことは巻き戻せないから。でも前向きでいないとでしょ。私もパパもママもいろんな困難を乗り越えてきた。私は会長なんだから、絶対落ち込んでなんかいられないの。
いたよ。今のポア村長を案内してあげるね。ナビアのやつ、大丈夫か？ Do you think she's... She seems to be managing. She always been having to cope.、Hmm?大変な目にあったのに、本当によくやってるよな。Oh. Hello. ボス、おかえりなさい。旅人さんにパイモンさん、またポア村長に来てくださったのですね。歓迎しますよ。久しぶりだな、フローレット。今はお前がナビアの面倒を見てるのか？面倒だなんて。別に一人でちゃんとやっていけるよ。付き添いはしばらくいらないの。まあ前までマルシラックが担当してた仕事の一部は確かにフローレントが引き継いでくれてるけどね。手伝ってくれる人がいるとすごく助かるよ。お褒めに預かり光栄です。ご覧の通り最近はボスを手伝い、ポア村長再建のために動いてます。マルシラックさんは本当に有能な人で、スピナディロースらではとても尊敬されてました。私なんかまだまだですよ。はいはい、他人行儀の挨拶はそこまでにして。気を使うような間柄でもないでしょ。私のことを待ってたみたいだけど、もしかして彫像の件で何か進展があった？そうなのです。先ほど職人に連絡したのですが、彫像の造形がまだ決まっていないので、先方も素材のサイズを決められないようで。彫像？うん、実は私たちパパとママがスピナディロースらとポア村長のために貢献してくれた。彫像を作りたいなって思ってるの。パパはこの間までずっとフギのカーレスなんてお名を着せられてたから、罪人のために彫像を作るってなると論争につながりかねなかった。でも今はそんな汚名も注いだし、ポア村長もちょうど再建中だから最高のタイミングだと思うの。 That is a good timing, I guess. 彫像の制作資金はカーレスさんとクレメンタインさんへの感謝を込めて町の人たちが寄付してくださったんです。 Shouldn't Navia be featured too? 私？私はただの現会長だもん。メンバーには毎日迷惑ばっかりかけてるしね。自分の彫像が欲しかったら少なくともあと数十年は努力しなくちゃダメでしょ。謙虚すぎるぞ。お前だってフォンテーヌを危機から救った仲間だろ。ええ、私もボスの彫像があってもいいと思います。それ以上褒められたら本気にしちゃうよなんてね。そこまで厚かましくないって。少なくともパパと肩を並べられるくらいになるまで待っててよ。 It will be a matter of time. ありがとう。まだ心の準備がね。フローレント、とにかく今は彫像のデザインをしなくちゃいけない。そうでしょ。ええ。No, but seriously, where are you gonna put it? クレメンタインさんのポーズが決まらないことには職人も素材を用意できませんからね。ただポーズについてまだしっかり検討したことがなかったので、まずは私がいくつか選出してまいります。ボスには案をご覧いただき。そんなのいい、今この場で決めちゃいましょう。ほらついてきて。ん？ Me? What are we doing? What are you doing? 言ったでしょ、ポーズを決めるって。あんたがカーレスで、あたしがクレメンタインね。さあ、それはちょっと。パイモンもさっき船で言ってたでしょ？カーレスとクレメンタインは仲のいい仲間だったって。あたしと旅人だって最高の相棒じゃない。あ、フローレント、写真を撮ってちょうだい。かしこまりました、ボス。写真機を撮ってきます。あ何かいい案ない？shouldn't you be running the show? 実はこの前もフローレントとちょっと話してたんだけど、どれもなんか普通だなって思って。
多分私の中で二人のイメージが凝り固まっちゃってるのかも。Makes sense. だからあんたの想像力を借りて新しい案が生み出せないかと思って。準備ができましたよ。いつでも始めていただいて構いません。Imposing, looking out in a distant, happy pose. Question mark. 楽しそうなポーズ？ジョークを聞いたときに取る反応みたいな感じ？写真を撮るタイミングがいまいちつかみにくいですね。これじゃあなんで笑ってるのか全然わからないんじゃないか？ええ、彫刻する難易度もかなり高そうですしね。What？ じゃあ、okay. 一人がジョークを言って、もう一人が笑うってのはどうだ？Bro, are you taking a picture? やっぱそれも大して変わらないよな。別の人とこうぜ。How about into the distance? 遠くを眺めるって、船の上から遠くを眺めるみたいな感じ？じゃあ、こんなのは？おお、船長と船員って感じの雰囲気が出てるぞ。愛しいクレメンタインよ、あそこを見ろ。あの島の木々にモラがいっぱい生えているぞ。しかし絵面に少し違和感があるような。カーレスさんはもう少し背が高かったので。ん？ああ、わかった。じゃあ解雇しましょう。この彫像は船に置くのにぴったしだと思うぜ。違う違う、彫像は街中に置くの。船に置いたらあんまり見れる人がいないでしょ。街に置くとなるとこのポーズの表現したいものは伝わりにくくなってしまいますね。 I'm gonna kill somebody. いや、もうちょっと考えようぜ。 About something in posing. まさかっていうと、あ、わかった。What do we solve that? スピナディロースらが最も輝いていた頃を思い出させてくれるポーズですね。でもなんかクレメンタインのポーズがちょっと豪快すぎないか？そういう感じのやつじゃなかったんだ。I'm gonna smack you. これじゃこの人こそがスピナディロースらの裏のボスなんじゃって疑われちゃいそうだぜ。確かに。以前どこかの古新聞がそのような記事を出していましたが、その後何かしらの方法で記者ごと消されましたね。ただの例え話だ。俺は聞いたくないぞ。フローレントの言った一件は記者にペンネームを変えてもらっただけよ。でもこのポーズは確かに二人のイメージをうまく表せてないかも。One is imposing, one is happy. Take it now. No? いくつかやってみたけど、どれもなんか微妙だったな。おいらもう思いつかないぞ。気にしないで。写真に残したし、少なくともいい記念になったよ。今のポーズは予備案にさせてもらうね。ああ、旅人と一緒に写真を撮るって分かってたら、衣装や小道具を揃えておいたのにな。あ、衣装といえば、街でやらなきゃいけないこと思い出した。アデルってこのことを覚えてる？覚えてるぜ。カーレスの事件を調査してた時にあった女の子だ。 Which one is that? There's like so many people. そうそう、その子。あの後ね、やっと話してくれるようになって、スピナディロースらに入りたいって言ってくれたんだ。私はもちろんいいよって答えた。でも子供は入れてあげられないから大人になってからね。 Oh, maybe I know who that is. あの子にごまかしてるって思われちゃった。それで
どうすれば信じてもらえるか考えて。That took a while. My brain is thinking. いいことを思いついたの。スピナディロースらの制服を作ってあげるのよ。でも結局街でドタバタしてる間に衣装のことをすっかり忘れちゃってた。はあ、割と大事なことだったのに。ご心配なく、ボス。今すぐ人を手配して取りに行かせます。彫像の方ももっと案が必要ね。そっちもお願い。初めからこうすればよかったじゃないか。Hey, at least this way, we got some cool pictures. まあ、それもそうか。記念って意味ではよかったよな。ナビア、フローレント、戻ってきたぜ。どうだ、驚いただろう。君は…コルタ、メロピデ要塞から戻ってきたの。はい。ああ、やっとな。俺は自分が思ってたよりもずっとしぶとかったみたいだぜ。出てすぐこっちに向かってきたんだ。大げさじゃなく、街から魚の匂いが漂ってくるのが分かったな。Are you the bad guy? どんだけメリッサの焼いた魚が恋しかったかわかるか？あっちじゃ毎日恋焦がれてたぜ。戻ってこれてよかった。相変わらず元気だな。But then he was in prison. I don't think he's too bad guy here. 紹介するよ。彼もスピナディロースらのメンバーで、コルタっていうの。前に有罪判決を受けて、is he your new butler?今思えば、これもカブリエール紹介。つまり、マーセルの陰謀だったんだよね。ん？待て待て、マーセルさんが何だって？あっ、原始大会の水事件をまだ知らないのかい？フォンテーヌの水位が上がって、なぜかまた下がったつうことは知ってるが、それだけだと思ってたから、詳細はまだ。まさか。マーセルさんと何か関係があったのか？最初から説明してあげた方がいいみたいね。事件の間、ポア村長でもいろんなことが起こってしまったの。まずはこっちの二人を紹介するね。この二人は私と一緒に数えきれないくらいの困難を乗り越えてくれた最高の愛人。VIP、VIP。ロスらが熱い信頼を寄せてる助っ人よ。ああ、よろしくな。俺の知ってる限りじゃ。ナビアがこんな風に誰かを褒めたことなんてないぜ。お前らやるな。確かにオイラたちがすごいのは事実だけど、ナビアに会う前からずっとすごかったんだぞ。They were just following Navia's lead. あら、私も誇りに思ってるのに。Oh, yeah, I wasn't distracted for. 相変わらず謙虚ね。愉快愉快。スピナディロースらは面白いやつにはこと書かねえな。そうだ、マルシラクとシルバーはあいつらいつもそばにくっついてたじゃねえか。それはたくさんのことが起こったんだ、コルタ。見ての通り、ポア村長は記憶の中の様子とは違うだろう。私を守るために二人は命を落としたの。俺を驚かせようと悪い冗談を言ってるんだよな。何も知らないからってわざと怖い話で驚かそうとしてるんだろ。おどごめんなさい。二人だけじゃなくてたくさんの人が。メリッサも災いで帰らぬ人になった。あ、ポドゥーッ。マルシロクやメリッサが死んだ？あいつらが死んだのか？マルシロク、あいつにはサプライズをやろうと思ってたんだぞ。その、元気出せよ。コルターは。マルシラックさんとは長年の親友だったんです。会の設立当初から様々な任務を共に遂行してきたのだから、無理もない。その場所を変えましょう。何があったか
一から教えるから、うん、ちょっと重い話になっちゃうけどね。わかった。I mean, dude just got out of prison. I don't blame him. Navia explains everything that happened recently to Coulter. 信じられない。そんなことが全部実際に起きたことだってのか？世の中どうかしてるぜ。I would also have found them very difficult to have said, had I not personally experienced all those events. 私もマルシラックの死がすごく悲しいよ。マーセルの血も涙もない所業だって憎かった。てっきりマーセルさんは永遠にスピナディローソラの味方だとばかり。だってあの人の全てはうちの会が与えたようなもんだったじゃねえか。なのにまさかお前の命まで狙ってその狂った研究に使おうとしてたなんてな。安心してくれ。すでにカブリエル商会は解散したし、ロシも根こそぎにされた。長く続いた茶番はようやく終幕を迎えたんだ。本当か？マーセルがずっと裏切るつもりだったんなら、きっと裏でロムーフとも接触してたと思う。ロムーフって誰だ？私も聞いたことない名前だけど。フローレントなら知ってるはずだ。あの頃、純水船を建設するにあたって、スピナディローソラ内部では大きな分裂があったんだ。The Aquabus? Really? あの頃、ロムーフを筆頭とするメンバーの一部は、純水船のレール工事に財力を費やすよ。町の整備を優先するべきだ。We were talking about this. でもカーレスさんは、政府やフォンテーヌ科学院と協力できる機会は得難いもので、各方面との関係をより強固なものにするチャンスだと言った。純粋線はスピナディローソラに商業的な収益だけじゃなく、民衆からの名声ももたらしてくれるものだから、長い目で見てこの工事はかなり割のいいものだってな。だが結局双方の意見は一致しなかった。ロムーフは一部の奴らを連れてスピナディローソラを離れ、カーレスさんを敵視するようになった。はあ、パパらしいわね。想像できるわ。結局その強固になった関係性はあの方が冤罪を被った時何の役にも立ちませんでしたけどね。 Yeah, okay, that makes sense. ああ、まあそれがボスの独断専行の代償だったんだろうな。 That couldn't have been the first time the dispute like that happened, right?よくスピナディロースラのやつと喧嘩になったんじゃないか。ああ、日常茶飯事だったさ。でもな、ナビア。いや、今はお前をボスって呼ぶべきか。カーレスさんはずっとそんな風なわけじゃなかった。昔は俺たちの助言にも耳を傾けてたんだ。それにクレメンタインさんも俺たちの味方だったから、大抵は穏やかに進んでた。Was it because she was gone? 純粋線の件については、クレメンタインさんも完全にカーレスさんと同意見だったんだ。そうだったの。でも私はロムーフたちの主張にも理がなかったとは言えないと思う。ちゃんと話し合うことはできなかったの？多分長年の恨みなのでしょう。この一件についてロムーフたちはうがった見方をしてました。彼らはクレメンタインさんは妊娠してから中立的な立場を失ったのだと考えていたのですよ。それで裏切られたと感じたってこと？ What? それって明らかに違うでしょう。ママは別に仲裁するためにいたわけじゃないでしょうし、ママにだって立場を表明する権利があったはずよ。はあ、でもあいつらの目には裏切りとして映った。そうして調停者を失ったことでスピナディローソラに希望を見出せなくなったんだ。その後クレメンタインさんが亡くなったことでカーレスさんは純水船の建設を彼女の意思だと考えた。それでさらに相談の余地はなくなっちまった。なるほどな。ロムーフの勢力はその後スピナディローソラとの決別を宣言しました。それから幾度かうちと衝突がありましたが、彼らの中にはLike how he just come back of prison and just name drop Roemus.
レモス。私たちはとっくに敵として映っていたのでしょう。ただ今のところは彼らがマーセルと通じ合っていたという証拠はありません。Do you have something, bro? ああ、それにあいつらの組織の運営状況は芳しくなくて、もうずっと停滞状態だって聞いたな。だがまあ、解散してない限りは相変わらず脅威だったの。Yeah, it's better than nothing. コルターの心配にも一理あるね。そのロムーフって人もマーセルもずっとパパのことを目の敵にしてたわけでしょ。マーセルの勢力はもう潰されたけど、ロムーフたちの動向は今もわからないままなんだよね。スピナディロースらを憎んでいるんだったら、ポア村長が弱ってる今は動くには絶好のチャンスね。うん、確かに彼らを監視下に置くべきですね。今すぐ手配してきます。うん、お願いね。コルターも情報ありがとう。大したことじゃない、礼には及ばないぜ。ところでボス、今から時間はあるか？気分転換に付き合ってくれないかと思ってさ、いろいろ聞いて未だに心が落ち着かないんだ。こんなに突然別れが来るなんて本当に。それじゃあ一緒に街を回る？そしたら私もついでにアデルの衣装を取りに行けて、フローレントにお願いしなくてもよくなるしね。あんたたちも一緒に来てくれる？コルタ、いいよね？あ、ああ、俺はもちろん問題ないぜ。じゃあ行こうぜ。その方が有意義に過ごせそうだしな。Let's cheer Adele up. Yep. やっぱりあんたって最高の相棒ね。行きましょう。船に乗らないのか？たまには歩くのも悪くないでしょ。小旅行だと思ってさ。向こうに着いたら数日泊まってから帰ってもいいね。俺も久しくこの道を歩いてなかったな。 I am so taking a different route. ここで少し休みましょう。気分転換なんだし、目的地のことはあんまり気にしない方がいいよね。あ、shouldn't we be okay? これもいい年だからか、やっぱ昔のようにはいかないな。ま、幸いメロピデ要塞にいた頃は作業のおかげで体を鍛えられたが。お前結構すごいと思うぞ。なんだってオイラたちについてこれたんだからな。純粋船がなかった頃は貨物を持ったまま北へ行って、そこからは船に乗ってフォンテーヌ邸まで行く必要があったの。この道をマルシラックと幾度歩いたか。疲れたら芝生に寝っ転がって、腹が減ったら水辺で魚を釣って食べたな。あの頃スピナディロースらは順風満帆で、どんなやつも大儲けをするチャンスがあったし、カーレスさんも太っ腹で、俺たちも自然にやる気がみなぎってた。いつの間にか純粋線ができて、この道も寂しくなったな。うん。Don't really think it's a bad thing, though. ああ、わかってる。ただちょっと、懐かしくなっただけさ。じゃあ、もう少しここにいましょうよ。スイーツは食べたくない？あ、ナビアが作ったマカロンか？おいらずっと食べたかったんだ。そうよ。そろそろ食べたくなる頃かなって。待ってね、材料が足りるか確認してみる。マルシラックとシルバが用意してくれたものだけどね。うん、オーブンは問題ないね。材料は小麦粉と砂糖がない。一番重要な材料なのに。 Oh, I have a lot. You want me? 本当に？わざわざ悪いね。毎回タダで食べさせてもらうわけにはいかないしな。オイラたちも野外で料理をするから、こいつなら材料を持ってると思うぜ。本当？サイキックパイモン？それじゃあお願いするよ。スイートフラワーと小麦があればなんとかなるから。じゃあ俺は箱がないか探してこよう。簡易的なテーブルと椅子になるから。そうね。じゃあ私はオーブンの用意を。
これで役割分担はバッチリね。There's like a house there, you know. You can use that house. Interesting. どう？スイートフラワーと小麦は見つかった？ Of course, it's like one right in front of you.Let's have a whoop of flower. あとは私に任せてちょうだい。お前の料理の腕は相変わらずだな。見た目も味も最高のマカロンだぜ。ボスの菓子作りの腕は昔からスピナディローソラでも評判でな。才能があるのは周知の事実だ。ただの趣味よ。褒められるほどのものじゃないって。そういえば、お前らはボスから深く信頼されてるし、いつもボスのそばにいるみたいだが、スピナディローソラに入る気はないのか。We still got some important things we must do. そうか。それでずっと旅をしてるのか。うん。一緒にいたのはたまたまよ。私も長い間二人には会ってなかったんだから。冒険者はずっと同じ場所にとどまることはない。スピナディロースラの肩書きなんて旅人たちには束縛になっちゃうよ。それに私たちはたくさんの冒険を一緒に経験してきたんだもん。たとえ離れ離れになっても心はつながってるわ。うん。たとえ遠くにいたってオイラはこのマカロンのことを I'm gonna smack you. なるほど。How did you come back? すごい縁だったってわけか。そんじゃ俺もこの出会いをもっと大切にしないとな。それじゃ水で乾杯しましょう。I thought I heard something just now. Was it a small crater?スピナディロースラが発展すること、私たちの友情が永遠に続くことを祈って。片付け終わり。じゃ、進みましょう。アデルの未来の制服は町の知り合いに頼んであるの。取りに行かなくちゃ。Hello。ユデビーヌ、来たよ。どう？繁盛してる？スピナディロースラのお嬢様が来てくれなくちゃ、こんのしょぼいお店はすぐおしまいですよ。お前はコネも手段もたっぷり持ってるだろうが、そんな冗談誰も信じないぞ。でもってこの人はもうボスだぜ。あら失礼しました。つい癖で。今日は完成品を取りにいらしたんですか？そうなの。さっきもフォンテーヌ邸に来てたんだけど忘れちゃってたから。まあこんな些細なこと部下に任せても全然問題ないでしょうに。It's a personal thing. お嬢様が直々に来てくださるなんて。ナビアはいつも大げさだからな。大げさなんかじゃないよ。気分転換だって旅の重要な目的なんだから。新しい旅ほど癒されることはないでしょ。ボスの言う通りだ。少なくとも一人で落ち込むよりずっといい。少々お待ちくださいね。今すぐ取ってまいりますので。そういえばアデルはなんでスピナディロースラに入ろうと思ったんだ。具体的な理由はうまく言えなかったんだけどね。ただ私のことが好きだからって。あの一件の後だいぶ明るくなったんだよ。ああ多分お父さんが期待を裏切るような人じゃなかったってことがやっと分かったからかしら。あの子ね、私のパパが怖かった。 Okay, who are you, buddy? スピナディロースらはみんな怖い人ばかりなの。 Don't tell me it's Florin. って言ってた。でも Was that Romeo Roof? 変わったでしょ。それでやっと私と話す勇気が出て、自分のことを分かってもらえるって思えるようになったみたい。The two of you have contended with the similar circumstances.、うん、
そうかもね。私は真相を探る中であの子を助けることになった。アデルも他の人が手を差し伸べてくるのをただじっと待ってるんじゃなくて、私みたいに自分から他の人を助けたいって言ってたよ。優秀なスピナディロースラのメンバーになれそうだな。私もそう思う。でもまずはあの子が健康に成長できる環境を作らないとね。選択は大きくなったあの子自身に託すことにする。So I wasn't just hearing things. Is that the first time you have actually called me traveler? Bruh. Follow me. Wait, is this? Oh shit. Angler. Mendo na yasra da na. Matomo na shaberi kata ga dekiru yo ni. Chotto shitsukete age nai to ikenai kashira? Yarou domo. Mawari kudoi no wa nashi da. Yachimae!Ah, violence. What the hell was that? Oh, I'm like, why was there an extra cannon shot out of nowhere?I don't know who, though. おとなしく白状なさい。あんたらは何者で、どうして私たちの後をつけてたの？黙ってたらごまかせると思ったら大間違いだぞ。Recognize your situation and don't entertain any fantasies of escape. We got the people up above and down below as well. Got a uniform? どうだった？怪我はないか？この程度の敵が私たちをどうこうできるはずないでしょ？はい。グズグズしてないで、早く白状なさい。出立艇が来ちゃったら。相談の余地もなくなるんだからね。俺たちは恨みを晴らすためにスピナディロースラを狙っていた。わお、だが、okay. バレた上に負けちまった以上文句を言うつもりはない。恨みルカモノコボ、まさかあんたたちは例のロムーフって人の手下なの？なんだ、知ってんのかよ。だったら俺らの恨みの理由は分かってるはずだ。Okay, buddy, calm down. そうだぜ。今のお前らに勝ち目なんじゃない。酒を飲んだ後、偶然街でナビアを見かけたんだ。で、ムカついたからちょっかいを出してやろうと思った。結局、逆に捕まっちまったってこった。I don't believe you. You follow us all the way here. There's more to this. なかなか鋭いじゃねえか。だがそれがどうした？俺らは何もしなかったし、そもそもできることは実力もなかった。ただ、あんたらのことが気に食わなくて、血迷っただけさ。聞いて、カーレスは死んだ。スピナディロースらとの間で過去に何があったとしても、これからのことは新しい始まりにしたいの。私はスピナディロースらの現会長よ。あんたたちのボスがもし何か文句があるって言うなら直接話をしに来てよ。今回の一件についてはとやかく言わないでおく。これも私の心の表明よ。ああ、
悪いな。今の言葉、ボスに伝えとく。Surprisingly calm. 今後も似たようなことをしようとしたら、うん、似たようなことを考えでも。Oh, don't worry. I'll just pull up a gun. 今度こそ絶対に見逃してください。Gunvella。わかった。わかった、わかった。おい、行くぞ。That was great. 見逃して本当にいいのか、ナビア。パパが残した対立関係を丸ごと受け継ぐつもりなんかないもん。それに純粋線のことについてもパパのやり方が完全に正しかったとは思ってない。相手に座ってお話ししてくれる気があるなら私も喜んでテーブルにつくよ。いろんなことの新しい1ページを刻む時だと思うから。俺もボスのやり方に賛成だ。暴力をもって暴力を制すなんてのはかなり原始的なやり方だし。Then you really reform. って観点から見ても美的センスが皆無だからな。うん。最近は向こうの状況も芳しくないから、大した騒ぎは起こせないはずってコルターも言ってたしね。今はまさに面と向かって話し合ってみる絶好のチャンスなのかも。でもやっぱりロムーフの動向には気をつけといた方が良さそうね。もしこっちの警告を無視されて、やっぱり最後には戦闘になっちゃうと思うから。そうだな、あいつらだいぶスピナディロースらのことを嫌ってたみたいだもんな。そんなことにならなければいいんだがな。縁が切れたと言っても昔は家族同然だったんだ。そうね、あんたの言う通り。とにかくひとまず解決ってことで、しばらく厄介なことは考えないでおきましょう。さて今日はもう遅いし、サンドル川で一晩休んで明日戻ろっか。後でフローレントに手紙を届けるよう手配しとくよ。今日の出来事を伝えて、ポア村長周辺に危険や不審者が迫ってないか注意してもらわなくちゃ。またサンドル川に泊まるのか。あそこって枕から水が出てくるんだよな。 You got a problem, Pimon. 仕方ないでしょ、日差しも入ってこない水辺なんだから。ま、ポア村長も似たようなものだし、私はとっくに慣れてるけど。夜になったら店で焼き魚を食べながら飲み物を飲んで船音を聞けるっていうのも。Ooh, sea shanties. I love those. 確かに。オイラ、心を動かされちゃったぜ。早く行こう。オイラも一緒に歌いたいぞ。また来たぞ。なんか来るたび親しみを感じるようになってきたぜ。スピナディロースらのフォンテーヌ邸での拠点がパレメルモニアみたいに豪華な場所だったら、むしろ合わないって思っちゃいそうだぞ。確かにそうだね、私も同意見。でもパパはね、スピナディロースらが発展していった暁にはポア村長もフォンテーヌ邸に負けないくらいの大都市になれるって、そんなビジョンを描いてたんだよ。大きな野望を持ってたから、目先のことも過去のこともあんまり考えなかったの。だからこそ一般人とは違う特別な資質もいろいろあったんでしょうね。それもまた一部の奴らがカーレスさんを尊敬しつつ恨んだ理由でもあるけどな。よし、あんたたちは先に店に行って待っててくれる？私は中で少し準備をしてくるよ。ついでにあんたたちの部屋を整えてもらうよう手配するね。部屋は前回と同じよ、覚えてる？うん、まあ部屋は多くないしな。ああ、ここが貧乏くさいって言いたいのね。この今すぐあんたの枕に水草をいっぱい仕込んできてやるから。ごめんごめんって、そんなことされたら本当に眠れなくなっちゃうぞ。冗談冗談。じゃ先に行ってて。I probably bet Paimon will just eat the seaweed, bro. You enjoy a fantastic meal at one you slow it down on your neck, knock it off. Is something happened?
かく素敵な夜だからこのまま終わるなんてもったいないなと思って。そう思わない？ってことで釣りに行かない？道具は揃えてあるからさ。ナイスファイン。I got my own fishing rod, okay? 邪魔しちゃった？ You're good. 安心して。こんな時間だし、元気ないかもって時のことも考えて、ちゃんと準備してあるから。おしゃべりに付き合ってくれるつもりでいいからさ。どうかな？さ、早く釣りに行きましょう。Yo, can I have that? 自動釣り竿を使うのかよ。こんなの釣りって言うか？え？ダメなの？こういう釣り竿、ポア村長じゃよくあるけど。Wouldn't that be for business though? 釣りって、その、こう、精神を集中させて、浮きを見つめながら。針に食いつくタイミングを見計らって釣り上げる瞬間を楽しむものなんじゃないのか？それも確かに一つの楽しみ方だよね。相棒、あんたはどう思う？メニュー。じゃあ次は普通の釣り竿を使ってどっちがたくさん釣れるか勝負しましょう。それよりナビア、なんでお前はこんなに元気いっぱいなんだよ。こんな遅い時間、おいらでさえ、眠くなってきてるぞ。God damn, Paiwan。生まれつきってところかな。それだけか？詳しく説明し始めたら、もっと眠くなるかもよ。でもそうね。多分だけど、スピナディロースらとママのおかげかも。Your mom? パパはちっちゃい頃からずっと私に現実離れした期待を寄せてた。パパと同じようになってほしいって。押し付けられれば押し付けられるほど話を聞きたくなくなるんだよね。でもママの方はそうじゃなかった。私に対してママが望んだことは一つだけだったんだって。それはね、私が楽しい日々を過ごしながら大人になれますようにってこと。スピナディロースらのメンバーたちはみんなママの考えを尊重してるから、私がどれだけはしゃいでも甘やかしてくれるの。うん、想像できる？私が何かやらかすとね、マルシラックとシルバも含めたみんなが2列にずらっと並んで、パパ一人だけが激怒するの。でもみんな黙りこくって何にも言わないでしょ。そしたらだんだん大した問題でもないことにずっと怒ってるパパの度量が小さく見えてくるの。それで最後にはパパも黙るしかなくなるってわけ。そんなこともあったのかよ。うん、思い返すとみんな本当に優しい人たちだったんだなって思うよ。小さい頃の私はやりたいことなら何でもやれるって思ってた。だって後始末をしてくれる人がいつもついててくれたんだからね。でもある時マルシラックが怪我をして、ついに原因は教えてくれなかった。でも私にはわかる。あれは私のせいだったんだってね。過ちの責任を負う人は必ず存在する。だから周りを大切にすればするほど過ちは犯せなくなるの。だって罰が下された時、みんなは身を挺して代償を支払おうとしてくれるんだもん。ナビア、ごめん、ごめんね。こんな話持ち出すべきじゃなかったよね。今夜は悲しい話をしに来たわけじゃないんだし。とにかくスピナディロースらが今みたいな雰囲気になったのは絶対にパパじゃなくてママのおかげだと思う。これってもしかするとママからの愛を感じるための唯一の方法かもね。私ね、
ママの優しさを受け継いでいきたい。だから昼に会ったやつらを見逃してやったのか。そうね、過去の出来事から学んだ教訓ってやつかな。少なくとも独りよがりにはなりたくないの。あれ見て、浮きが動いてる。イッピー。でもなんで釣り竿が糸を引いてくれないんだ。多分パーツの不具合じゃないかな。こんな釣り竿を組み立てるのは初めてだったから。ブワー。逃がさないで、捕まえるのよ、早く。おいらもやるのか。スイム。After some time, we managed to reel in the prize together. For the rest of the night, the board continued to rack up catch after catch. For some reason, Navia can't seem to hook a single fish. Navia is quite upset about her bad luck, and it's only when you begin to head back that Paimon discovers the real reason of the mystery of why she didn't get a single bite. Oh.これ以上時間を無駄にできないぞ。ボスの忍耐にも限界がある。明日になったら即行動だ。What the fuck? あんたは勝手にすれば。自動釣り竿が動かなかったのもパーツが一つ足りなかったせいだったから、そう考えてみるとお互いフェアだったってことになるかも。勝手に出たものの数ってことで言えば確かにそうかもしれないけど、Paimon, stop yawning, man. Come on. God damn it. じゃあさっさと休もうか。今日は楽しかったよ。See you tomorrow. うん、また明日。昨日はよく眠れた。人手と一緒にダンスパーティーで踊る夢を見たぜ。人手が多くてなかなか楽しかったぞ。オッケー、バディ。What do you get that from? お前なかなかユーモアセンスがあるんだな。ほら、面白いって思ってくれる人だっているぞ。オッケー。さて行こっか。帰りは私が手配するから、船でポア村長まで帰りましょう。アデルもきっとあんたたちに会いたがってるはずよ。お前が用意したプレゼント気に入ってくれるといいな。うん、喜んでくれたら何よりなんだけどね。アデル、ただいま。フォンテーヌ邸であんたにプレゼントを買ってきたよ。わー、ボスありがとう。何言ってるの、この子ったら。ナビアお姉ちゃんでしょ。いいのいいの。それとね、プレゼントだけじゃなくてサプライズもあるんだから。ほら、久しぶりだな。よ、あなたたちだったのね、お久しぶり。その説は本当にありがとう。フォンテーヌ全土を救ってくれたって聞いてるわよ。本当に大英雄ね。本当にすごいよ。こんなにすごい人とお友達になれたナビアお姉ちゃんもすごい。この中何が入ってるの？開けてもいい？What thing? もちろん。Oh.When you go bigger, dummy. 未来のあんたへのプレゼントだよ。この前、スピナディロースラに入りたいって言ってたでしょ。But wouldn't that be a sizing issue? でも、スピナディロースラはみんなの安全を守らなくちゃいけないから、メンバーはいろんな危ないことに出くわすことになる。あんたはまだ小さいし、あんたのママにも心配はかけられない。だからこの間は大きくなったらまたおいでってことであんたを断ったの。で、この服は
その約束の証よ。そうだったんだ。うん。うん、わかった。How are you gonna do that? ありがとう。頑張って、早く大きくなるからね。大きくなることは頑張るものじゃないぜ。辛抱強く待つことだ。娘のことを気にかけてくれて本当にありがとう。スピナディロースらがいつも面倒を見てくれているおかげで、私たち親子はかけがえのない人を亡くしてもなおぬくもりと安心感に包まれていられる。遠慮しないでよ。スピナディロースらに所属してるかどうかに関係なく、ポア村長にいる限りはみんな家族なんだからさ。ボス。フローレント、どうしたの？大変です。ロムーフの仲間たちがポア村長の付近に集まってきています。爆弾を持ち運んでいるようで。爆弾？一体何をするつもりなの？かなり前から準備していたものと思われます。昨日ボスからの手紙を受け取って間もなくメンバーと共に調査に取り掛かりました。ですが、ロムーフたちも情報を得ていたようで、全員がすでに拠点を撤退してしまっていました。後を追ってみたところ、まさかポア村長にたどり着くとは。Did you give them a letter? もしかして昨日フォンテーヌ邸で衝突したせいで警戒させちゃったか？座ってお話ししてくれるつもりなんて相手には一ミリもないみたいだな。こうなると知ってれば全員を出立邸に引き渡してたのに。ごめん、私が甘かったみたい。でも今さらうじうじ反省してたってしょうがないよね。フローレント、 I'm still keeping an eye on you. 爆弾をどこに仕掛けたの？コート？ポア村長の東側の丘にクレメンタイン線の近くです。 That could mean、 まさかクレメンタイン線を爆破するつもり？その可能性が高いな。ロムーフの連中はスピナディロースらとパパを憎んでるし、そもそも彼らの仲を引き裂いたのも純粋線だったわけだもんね。クレメンタイン線を爆破なんてしたら、無数の瓦礫が丘を転がってポワソンに降ってきちゃう。あいつらおかしいぞ。だってここには一般人だってまだたくさんいるんだろ。 We have to stop them. 長い時間をかけて復讐の計画を立てていたなら、あいつらも今回のチャンスを見逃さないはず。今すぐ住民を避難させるのよ。So if they break that, Novelette is gonna, you're gonna pay for this shit, you know? Then, I don't think that's a smart idea, but whatever. 相棒、クレメンタイン戦を任せていいかな？起爆を許せば、ポア村長にいる人たちだけじゃなく、運転中の純粋戦だって巻き込まれちゃう。まずは奴らの強行を止めるのよ。その後で、まとめて蹴りをつけてやる。Got it. オイラたちに任せろ。ナビア、お前たちも気をつけろよな。 And what are you gonna do? パイモン。行こう、フローレント、コルタ、こっちも早速動かなきゃ。コラリーさん、あんたも早くアレルを連れて船へ。ボス、危ない。あ、ローレン。何をする気だコルタ。邪魔な奴がやっといなくなったと思ったら、今度はお前に邪魔されるとはな。まさか陽動作戦。コルタ、あんたもロムーフの一味だったわけ？そういうことだったのね。連中の企みをとっくに知ってたからこそ、わざと近頃の状況が芳しくないっていう偽の情報を吹き込んで、こっちの警戒を緩めようとしたんでしょう。ちょっと正しくないところがあるな。奴らと俺の立場は確かに似てるが、ああいう過激なやり方には賛成しない。俺が憎んでるのはナビア、お前一人だからな。Why her? What? 気をつけて。 What did she do?ロムーフは約束してくれた。ナビアさえ始末すりゃ、ポア村長には手を出さないと。As if he's gonna do that. お前は始終あの邪魔者と一緒にいて、手を出すチャンスは訪れなかった。
そんで見ての通り、ロムーフは待ちきれなくなったのさ。もともとは俺だった。 It didn't have to be you. I didn't. Okay. たとえこのクソったれの土地に埋もれる羽目になっても、俺はこの手でお前を殺したいんだ。なぜ？ What did she do? なぜかって、何にも知っちゃいないから、そんなアホな質問ができるわけだ。お前は昔のスピナデロースらがどれだけ輝いていたか知らない。ポア村長が最も栄えていたあの時期を経験したこともない。What does that have to do with anything? 俺はこの目で見ていた。それなのに、すべてが消えていくのを黙って見ていることしかできなかった。全部貴様のせいだ、ナビア。Okay. クレメンタインさんはお前のせいで死んだ。カーレスさんが死んだのもお前のせいだ。マルシュラックと知ればお前のせいで死んだんだ。それ以外にもあれだけの人間がお前のせいで死んだ。つまり何も知らないというふうに振る舞っていたのも、初めから私たちを騙すためだったわけだ。ああ、要塞から出た時点でマルシラックの奴が死んだってことは知ってたさ。お前らにこの気持ちがわかるか。あのクソみたいな水の下で俺は真剣に考えてたんだぜ。水の上に出れたら、まずはマルシラックに謝りに行こうってな。昔純粋線のことで大喧嘩したからな。あいつの脳みそには忠義しか詰まってなくて、自分の思考能力ってやつを全く備えてねって俺は思ってたんだ。あれからあっという間に時は過ぎ、理解してやれるかもしれないと思ったところだったのに、スピナディロースらの栄光の時期を一緒に思い出せそうだと思った矢先に、あいつまでがお前のせいで死んだんだ。またお前だ、ナビア。I don't really get his story. I don't what? Like, I get it, but it doesn't make sense to make him full murder mode. Okay. I was kind of hoping you'd say this as a good guy. I am disappointed. こういうふうに考えたことはあるか。周りの連中は実はさほどお前を気に入ってるわけじゃないってさ。こう考えたことは、お前が尊重してもらえたのはただ単にお前がカーレスとクレメンタインの子供だからであって、お前自身は何者でもないんだと。さらにこういうことを考えたことはあるか。ここの住民がポア村長に残ってるのはお前を思ってのことじゃない。ただ昔の思い出を手放したくなかっただけだってな。だって罰が下された時、みんなは身を挺して代償を支払おうとしてくれるんだもん。 But you did nothing. You just born. Like, what kind of... Like, I get the Romo fight. That one's fine. This one is... Who the fuck is this guy?言わないで。私はナビアお姉ちゃんのことが好き。お母さんだってそうだよ。うまく言葉にできないけど、好きなものは好きなんだから。マルシラックさんが生きていれば、きっと君に心から失望していただろう。スピナディロースらの歴史上で起こったあまたの不幸を全てボス一人のせいにするなんて。どけ、フローレント。お前には手を出したくない。引くつもりはない。構わず手を出すがいい。ボス、危険な状況です。もう迷っている暇はありませんよ。あんたの目から見たら今言ってたことが現実なのかもしれない。でも私はみんなからもらった愛はどれも真実だと思ってる。みんなからの愛はどれも確実に私を助けてくれたから、だから私はこの事実を信じるよ。そんでスピナディロースらが私の心の中でどれだけ大きい存在なのか、あんたに思い知らせてあげる。 Let me shoot him. Let me shoot. Wow, how do you get this tree?
え？いつの間に堂々不意打ち。Oh, that drop kick though, man. I just got the burst.Oh, there's more. Ooh, another one. Ah. Oh. フローレント、こっちは任せたよ。一刻も早く他のメンバーたちを集めて、町のみんなを避難させて。それから、こっそり紛れ込んだコルターの仲間がいたら、速やかに制圧するの。一般人に害を及ぼす隙を与えないで。私は、危険に立ち向かってる相棒を見捨てるわけにはいかない。かしこまりました、ボス。今すぐに。ナビア。本当に大丈夫かい？ Whoa, that voice kinda caught me off guard. でも、行かなくちゃ。So, well, dash to the engines. なんとしても、クレメンタイン戦を守らないとな。早く行こうぜ。アクアロードを爆破したいんなら、奴らはきっと柱の近くに爆弾を仕掛けてるはずだ。Oh. 見切りました。 Okay. 武器を捨てろ。 Oh, must I fight them? Or what? Okay. 気をつけなさい。 気をつけなさい。 Oh, I do. Interesting.That'd be funny if fucking Deia, Pyro, or something actually triggers the bomb. That'd be funny as fuck. これって例の爆弾だろ？で、こっちは操作台だよな。どうすれば解除できるんだ？ボタンがあるけど。勝手に触るのはよした方が良さそうだな。あ、It's an upside down key。変な形の穴があるな。もう、これ何なんだ？ Could it be some kind of keyhole or an emergency switch？ 確かにそうかもしれないぞ。じゃあ、鍵はやっぱりさっき倒したやつが持ってたのか？ Potentially make it blow up faster。Hi, do you have a key? Oh, thanks for the money. How about you? Okay, he had radish. No! Got money, thanks. I like how there's an option. Okay. That doesn't make sense.We should still check out the perimeter just in case.Oh, can't see. Oh,
Oh, I wish we moved that fast. Oh, wait, what? The Gagger switch ever? Why did you get that pose? I want that pose. The hell? Be alerted, members of the Gay Mason arrived shortly. And then Weymouth got caught. Okay. Thierry から聞いたが、今は敵対関係にあるとはいえ、昔はスピナディロースらの仲間だったそうだな。この件について直接協議して解決する気はある。Which one is that? あいつらと交わす言葉なんてないよ。恨みや怒りがあるからって。人々の安全を完全に無視するような連中がまともに会話できる思考回路を持ってるとは思えないもん。法律にのっとって相応の措置をとって、スピナリロースらからは何のコメントもないから。分かった。この度のご協力に感謝する。おかげで甚大な被害が出ずに済んだ。さあ撤収だ。奴らを全員連行しろ。やったな、ナビア。オイラたち守り通せたんだ。お前本当にすごかったぜ。そうね、本当間に合ってよかった。 Feeling a bit fatigued。 元素力を使いすぎたせいかも。私は平気だから気にしないで。普段からこういう風に褒めたら絶対にドヤ顔で返してくるはずだろ。いつものナビアと違ってなんか変な感じだぞ。お、はい。ボス、ポワソン町に潜伏していた者たちもすべて捕らえました。出立艇に連れて行ってもらいます。今回、ロムーフたちが総力を挙げてことに当たっていたおかげで、一網打尽にすることができました。これからは頭を悩ませる必要はなくなるでしょう。そっか。そこは良かったね。コルタ、あんたの考え理解できないわけじゃない。失われたものは取り戻せないからこそより大切に見えるものよ。私はカーレスじゃないし、これからもカーレスになるつもりもない。あんたが愛するスピナディロースらとポワソン長はもう二度と戻ってこないの。それでも私は考えを変えたりしない。これは最初からやり直すチャンスでもあるから。今後スピナディロースらは稼いだモラをポワソン町の整備にもっとつぎ込むし、私も純粋線の路線を変える方向で動いてみるつもり。いつかポワソン町のみんなも純粋線の恩恵を受けられるようにね。言いたいことはわかる。カーレスさんなら決してこんな風に話はしなかっただろうな。だがどうにもならないことがありすぎる。お前も俺もだ。あんたはもうスピナディロースらの一員じゃなくなったけど、あんたが再び自由を手にした日にもう一度ポワソン町に帰ってくる気になったら、こっちは歓迎するよ。ありがとう、ナビア。Man, I wish you were a good guy all the way. Oh well. Kind of wasted. やはりお優しいですね。A bit. 運に
が恵まれないけどね。ありがとう、クレメンタイン戦を守ってくれて。正直言うと私怖かったの。カーレス戦をいつ復活させられるかもわからないのに、この上クレメンタイン戦まで壊されちゃったら、もうどう向き合えばいいかわからない。名前はある種の刻印なの。毎日見えるクレメンタイン戦を失えば、きっとまたママを失った気分になる。でも今もクレメンタイン戦はちゃんとあそこにある。本当によかった。なあ、一体どうしちゃったんだよ。疲れてるって。 You know, it would be cool if they do update Fontaine so that the Aqua Bus do stop at Hoshon. 少し時間が必要ですね。 I'll get you back to Hoshon. うん、ありがとうね。ちょっと手を貸してくれる？なんだか力が抜けちゃった。旅人、聞きたいことがあるの。絶対本当の気持ちを答えてほしい。ん？あんたは本心から私を相棒だと思ってくれてる？ Of course。 もちろん。あ、そっか、よかった。そう言ってもらえて本当にホッとしたよ。調子はどうだ？休んでちょっとは元気になったか？うん、ちょっとはマシになった。でも多分あと1日か2日くらいは欲しいかも。ごめんね相棒、さっきは変な話をしちゃったけど気にしないでね。 A little weird, that's true, but that's because I've never heard you doubt yourself before. 今までは私もそう思ってたよ。でも私って多分自分が思うほど強くないのかも。コルターがパパとママ、それからマルシラックとシルバのことに触れたでしょ。まさにあの人たちのおかげで私は今まで生き抜いてきたんだ。あの人たちは後悔してないのかな。私がこうして生きてることで一体誰が幸せになれたんだろう。そんなこと考えるなよナビア、お前は十分よくやってるぞ。他のやつのことなんか知らないけど、オイラもこいつも永遠にお前の味方だからな。こうなったら、もうこれ以上隠しておくわけにはいきませんね。What? ボス、私も黙っていたことがあります。皆さんどうぞついてきてください。Is it a statue? You did it. Before the picture, didn't it? もうこれ以上の真相には耐えられそうにないよ。どうかご安心を。きっと嬉しいサプライズになると私が保証しますよ。Oh, he had a picture of them. It's just that he didn't show it. What a great time to rain game. Minna sorotte doushita no? Oh, even the diver lady is here. Machi no minasan ga boss no tame ni yoi shita present desu kara, chanto kansei shite kara surprise de okuri suru tsumori datta no desu ga. Jōkyō ga jōkyō desu shi.ボスがこんなに落ち込んでいる姿は見たことがありませんからね。先にプレゼントのデザイン図だけをお持ちしました。あ、私そんな目で見てわかるほどやばかった？準備はいいですか？布をめくりますよ。うん。これってパパとママ、それに私も。クレメンタインさんの姿は
昔の写真や皆さんの印象を参考に描かれたものです。これってまさか前に言ってたあの彫像のやつじゃないか。ご明察。実は彫像のデザイン案はとっくに決まっていて、すでに制作していただいているところだったのです。ボスに悟られないようポーズ決定についてご相談した次第です。カーレスさんとクレメンタインさんだけじゃダメだろ。まだ若いのにロシのことといい、フォア村長再建のことといい、ボスの努力をわしらは全部分かっとるからな。彫像を建てるにふさわしいと思います。昔のことは知らないけど、今のスピナディロースラがいいとこだってことは私にも分かるよ。ナビアが言ってくれれば私たちも安心できるわ。皆さんがここに集まってくれたのはボスに伝えたいことがあるからです。私たちは過去の繁栄に夢を見たからではなく、ボスを信じているからこそここに残ったのですよ。オイラとこいつもそうだぞ。 I will also always believe in the bond between us。 あんたたち本当にありがとう。みんなの好意無下にするわけにはいかないね。本当とんでもないサプライズだよ。夢にも見なかった。ママの隣に立てる日が来るなんて。Can I have that in my teapot? Can I have that in my teapot?私の考えすぎだったみたいね。こうなったら一刻も早く立ち直って、より頼りになる存在にならなくちゃ。思い返せば今日は恥ずかしいとこばっかり見せちゃったね。About the gift。 他の人は当たり前に持ってるものなのに、自分はどうしても手に入れられないものって誰にでもあるでしょ。私にとっては家族が全員揃った記念写真がそういうものだったんだ。小さい頃からずっと憧れてた。それをまさかこんな形で叶えてもらえるなんて。私もたまにはついてるのがあるみたい。 Like an opera guy. That would be cool. Hey, I'm not done talking to you. 思い返せば今日は昔から思ってた。私が楽しく生きられるようにってママは願ってたけど、実際それはそれでかなり大きい期待なんじゃないかなって。もしかしたらパパのよりも答えるのが難しいかもってね。表に出てた性格は全然違うように見えて、二人は心の底からお互いを認め合ってたんだと思う。純粋性はフォンテーヌ全体に利益をもたらす大掛かりなプロジェクトだから、家族の目線から考えたり評価したりはしづらかったんだろうなって。だからママはパパを止めなかったのかもね。うん。思い返せば今日は恥ずかしいとこばっかり見せちゃったね。About that question. ちょっとちょっと、なんで急に私の真似なんかするわけ。ダメダメ、それ以上言わないで。本気で恥ずかしいんだから。さっさと忘れて、今すぐ忘れなさい。あ、いや、でも完全に忘れられたらちょっと困るかも。とにかく心の奥底に。あ、このタレットコロ、クロビンデー。クロビン。Yeah, I don't know why I call it クロビンデー。What the hell? Oh well.That was fun. There's only one left, huh? See if I can get it. Nope. Nope. There we go. One left. And that is Baiju. This one, I'm not gonna touch it. Okay, maybe I will touch it when I'm free, but I won't record it, I guess. It's a little too much. Well.See you.
next time. Bye.